こんにちは。野口義則です。えー、ご紹介にまずかりましたように、こうやって壇上で話すのは5年ぶりなんですね。したがって大変今緊張しております。まあ、僕は緊張してますが、皆さんはぜひリラックスして、えー、聞いていただけたらと思います。えー、もともと人前で話すのが苦手で、えー、すごく緊張するタイプなので、まあ、9年前に、 え、講演やセミナーの講師のご依頼はお受けしないっていう方針を決めました。で、それを貫いてたんですね。ありがたいことに、まあ、いろんな方から講演やセミナーのご依頼をいただき、それはとてもありがたいと思いながらも、ずっとお断りしていたんですけれども、5年前、2008年にですね、鈴木直樹さんから、こちらの三幕出版さんの「命のの輝き発見,発見セミナー」の講師をご依頼いただき、その時はなぜか、 受けてしまったんですよねでまたそれから5年間かたくなにご依頼を頂い,いても、まあ、本当にあの謝りながらもお断りしてきたんですけれども今年また鈴木さんからご依頼があってなぜか受けてしまいました <laughs> まあ僕はあの鈴木さんには頭上がらないんですね本当にねで先ほどあのロビーに行ってあのフラフラしてましたらですね書籍の販売コーナーがあってでそこの一角で えー、ちょうどその5年前に僕がここでお話しさせていただいた、その時の DVD が販売されてまして。そしてあろうことかですね、それが画面上にですね、あの映像として流れていたんですね。で、僕はその時の,あの自分の映像を、まあ、しばらく見とれてしまってですね、ああ、懐かしいな、でも照れ臭いなと思いながら、まあさっき見てたんですけれども、その時来てくださった方、 あるいはその DVD を見てくださった方で今僕をご覧になった方はですね「いや野口さん5年でえらい白髪増えたな」ときっと思われるんじゃないかと思いますが違います5年前は染めてたんですね <laughs> で僕の白髪が増えたのはいつかと言いますと高校時代なんです僕はあの高校に入ってすぐに対人恐怖症になりまして クラスメイトと会話するのに戦々恐々とする毎日を送ってたんですね人と接したくない人と会話するのが怖いだけど学校に行く限り毎日誰かと会話しなきゃいけない、まあ、そういう高校3年間を送ってる間に相当白髪が増えました、まあ、そのことをふと思い出したんで、えー、最初に言いたくなってまあ皆さんにお伝えしましたで今日のお話ですけれども「自分という大地に」 根を張る生き方って一つ抽象的で分かりにくいことないですかあなたは自分という大地に根を張ってて生きてますかとか言われてもイエスととももノーとも言いいにくいですよねだからもう少し分かりやすい言葉に変えますね。自分という大地に根を張るっていうのはありのままの自分とつながるっていうことです。ありのままの等身大の自分とつながる生き方を今からお話ししようと思います。 で、ありのままの等身大の自分とつながるっていうことを、また別の言葉で言い換えるならば、自己需要を深めていく生き方ですね。これを今からお話ししようと思っているんです。自己需要を深めていく生き方。で、我々自己需要を深めていくとですね、そしてありのままの自分とつながって生きることができると、自分本来の力を存分に発揮して生きることができるんですね。 ですから今日はご自分本来の力を存分に発揮して生きるそのための生き方というつもりで僕はお話ししようと思っていますそれで今自己需要という言葉が出ましたんでこの自己需要という言葉多くの方ご存知の方多いんじゃないかと思いますけれども初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないので自己需要という言葉から少し説明しますあとで,で休憩時間にですねこういう配布資料があります それは今日僕が講演の中で話すその用語の解説ですねそれを後で休憩時間の時にお配りしますんで楽しみにしておいていただきたいんですがその一つ目に自己授要という言葉が説明してあります自己授要とはありのままの等身大の自分を認め受け入れることそして自己授要というのは自分という存在を受け入れること 「存在」っていうのはですねこういう言葉がありますね、being、後ろの方の方もしかしたら見えにくいかもしれませんが今ここに英語で「ビーイング」って書きました「ビーイング」これは存在そのもののことですあなたのビーイングって言ったらあなたの存在そのものあなたはあなたってやつですね でももうう一つ、Doing っていうものがあります。これはその人のやる行為あるいは行為の結果得られるものですねそれが Doing。こっちには今 Doing と書きましたで自己授与というのは自分の存在 Being を受け入れていくということなんですねであと具体的に言いますと例えば、まあ、子供がいるとして でもその子の行為あるいは行為の結果がドゥーイングですから例えばその子が親の言いつけをよく守っているこれはドゥーイングです。あるいは勉強を一生懸命頑張っている努力しているこれもドゥーイングです。勉強を頑張った結果テストで100点を取ったこれもドゥーイング。あるいは親の言いつけを守らない反抗ばっかりしているこれもドゥーイング。勉強全然やらないこれもドゥーイング。 テストで30点取った。これも Doing。わかりますね。行為、そして行為の結果、それを含めて Doing って言います。まあ、あの、行為を Doing と呼んで、あの、行為の結果、手に入れるものを Having っていうふうに分けて言うこともありますけど、今日はシンプルに両方合わせて Doing って言います。で、それに対して存在そのもののことを Being っていうふうに言います。 で、自己需要というのは、その自分の存在そのもの、ビーイングを受け入れていくっていうことなんですけれども、これも、じゃあ具体的にどういうふうにしていくことなのかっていうのが分かりにくいと思いますね。で、それをもう少し具体的に言うならばですね、えー、自分が感じていることってありますよね。自分の感情。それをそのまま受け入れていく。で、これがビーイング、存在を受容していくってことにつながります。ああ、自分は今、 悲しいんだなとかねあ自分は今緊張しているんだとかあ俺は今落ち込んでるなとか私すごく不安なんだとか今自分が感じていることを感じているままに受け入れていくっていうのがビーイングを受け入れる自己需要につながっていきます。で自己需要っていうのは他者需要と性比例するんですね。 つまり僕たちは自分のことを受け入れることができればできるほど自己需要ができればできるほど他人を受け入れることもできるわけですね。ですから自己需要は他者需要と性比例するって言うんですということは他者を受け入れて豊かな幸せな人間関係を築き上げていこうと思うならばまず自己需要そのままのありのままの自分を受け入れるってことがとっても大切な条件になってくるわけですね。 あと、まあ、自己需要というのはえ、自分を愛することって言ってもいいんですけど、で自己愛って言葉がありますねで。これは自分を愛する気持ちのことです。誰にもあります。人間、誰も、僕も、皆さんも、すべての人、多分、すべての人は、自分が可愛い。自分が大切。まあ、当然ですよねで。これは誰にでもあるあのものなんですけれども、この自己愛が、 自分の存在、ビーイングに向けていかれると自己需要が深まるわけですね。ところが、自己愛が自分のドゥーイングに極端に向いちゃうと、どうなるかというとあの、極端に利己的な人って言いますよね。あるいはナルシストみたいな人ですね。もう自分の業績とか、えー、自分のやったことに自己陶酔しているような人をナルシストって言いますけど、そういうナルシストのような人とか、 あと、極端に利己的な人。あの基本的に人間は皆利己的だと思うんですよ。ね、さっきも言いましたように、まず自分が可愛いっていうのは当然ですからね。ただ、今ここで言ってるのは、極端に利己的な人や、えー、まあ、顕著なナルシストっていうのは、その自己愛がドゥ i イングに向いてるわけです。自分の行為、あるいは行為の結果に向いてるわけですね。で その状態っていうのはですね、つまり存在そのもの、そのままの自分を受け入れるってことができてないわけですよね。どんな時のどんな自分をも OK っていう自己需要ができてない。まあ、そういう安定感がないわけです。で、その代わりに、惚れ惚れとするような自分を手に入れたい。かっこいい自分を手に入れたい。あ、まあ、手に入れたいと思うのは誰もがあると思うんですけど、惚れ惚れとした自分じゃないと、惚れ惚れとするような自分じゃないと愛せない。かっこいい自分じゃないと愛せない。 っていうのが、利己主義の強い人、あるいはナルシストの特徴なわけです。まあ、逆に言うと、泥まみれの自分では愛せない。縁の下の力持ちを地道にやっている自分では愛せない。格好悪い自分では愛せない。まあ、こういった、あの、状態が、極端に利己主義的な人、あるいはナルシストの人の特徴なわけですね。まあ、そこで、自己愛を、この、ビーイングに向けて、 どんな時のどんな自分をも受け入れることができるっていうふうに持っていくのが自己授業であり、ありのままの自分につながるということであり、それを自分という大地に根を張るっていう言い方をしているわけです。で、早速その話に入っていこうと思うんですけど、人間というのはですね、生きてる限り成長、発達を続けていくそうです。何歳になっても。つまり僕も皆さんも皆今成長、途上。 発達とということですねでユング博士という人がいます世界で最も有名な心理学者の一人ですねそのユング博士が人間の人生を前半と後半に分けて前半には前半の課題がある後半には後半の課題があるとこう言ったんですねでまず後半の課題の方から言いますねユング博士曰く 我々人間の人生後半のメインの課題は自己実現であると言いました。自己実現あるいは個性化と言います。あの自己実現という言葉はいろんな意味で使われますけれど、ユングのいう自己実現というのはですね、自分の内なる可能性を最大限に発揮してより自分らしい自分になっていくことを自己実現と言います。 自分の潜在しししててていいる可能性を発現してより自分らくくなっていくことまた別の言い方をするとですね自己実現というのは抑圧している部分自分の抑圧している部分を改めて自分に統合してより幅のあるより厚みのあるより深みのある人間へと成熟していくことを自己実現というんですちょっと後の方が分かりにくかったかもしれませんね 僕たちは生きていく中で自分の中でもね認めたくない自分嫌な自分とかあるわけですよ。自分の中で認めたくない性質あるいは好ましくないと思う感情や欲求でそういったものを抑圧して生きています。これは決して悪いことじゃないです。適度に抑圧をしながら生きていかないと社会生活に適応できませんからちゃんと抑圧しながら生きていくってことは決して悪いことじゃないんですけれども人生の後半に入るとですね 今までこんな自分は嫌とか、これは自分の性質じゃないっていうふうに抑圧してきたものに光を当てて、ああ、これも大切な自分の一部であった。これも自分の感情であったっていうふうにですね、一つ一つそれを統合して自分に取り込んでいく作業が必要になってくるわけです。それによって僕たちはより厚みのある、幅のある、深みのある人間になっていくわけなんですね。で、これを自己実現といったわけです。 これがより自分らしい自分になっていくってことなんです。で、ユングはこの自己実現こそ人生の究極の目的であるって言ったんですが、この自己実現を進めていくためには、人生前半の課題をある程度クリアしておかなきゃいけないっていうんですね。じゃあ人生前半の課題は何かっていうとですね、これは、えー、え難しい言葉で言うと自我の確立っていうふうに言います。 人生の前半に自我をしっかり確立しておけば、人生後半の自己実現がスムーズに進む。ですけど、この自我の確立がしっかりできてないと、なかなか自己実現がうまく進みませんよ。そういう意味で、人生前半の課題は自我の確立ですよっていうふうに、まあ、ユングは言ったんですね。で、自我の確立も、もう後でお配りするこの資料に書いてますが、自分の基盤をしっかりと作ること。 あるいは自分の土台をしっかりと作ることっていうふうに考えてください。自分という人間の基盤土台をしっかりと作る。これを自我の確立って言います。まあ、これ折ってもう少し詳しく説明していきますけどね。で、まあ、前半後半というとどの辺りが中間地点なのかっていうことが気になる方もいらっしゃるかもしれません。ユング自身はです、ね、40歳前後 人生の中間地点だって考えました。ですが、ユングは今から百五十年前ぐらいに生まれた人なんですけど。あのユングの時代と、今ってだいぶ違ってきてまして。今という時代はですね、心理的に大人になるのに、ずいぶん時間のかかる時代ですよね。なかなか心理的に成熟するのに、時間がかかっちゃう。だから、多分、今は、あの中間地点というのは四十というよりも。現代の日本で言えば、四十数歳とか、あるいは五十過ぎとかになるだろうと。 言ってる心理学者が何人もいます。まあ、ただあまり年齢のことを基準に考えるよりも、まあ、実際にご自分の状態をチェックして考えられた方がいいと思います。個人差がありますので。まあ、その参考になる話を今からしていきますね。その自我の確率という日頃使わないような難しい言葉が出ましたけど、じゃあどういうことが自我の確率であり、そして自分自身はどうなんだということを考えていただくための お話に入っていきますねその自我の確率の度合いを測る基準、まあ、いくつかある中で今日は一番僕が鍵を握っていると思うものを紹介しようと思うんですけれどもそれはですね思い通りにならないことへの耐性です耐性というのは耐える性質と書きます、まあ、耐久力と言ってもいいですね 思い通りにならないことへの耐性耐久力これがどのくらい自我が確立されてるかを測る一つの指標になるんですねでこれはあの僕たちが幸せな人生を生きていく上でとっても重要な資質なんですね思い通りにならないことへの耐性というのは、まあ、まず僕たちは人間関係の中で生きていますよねで皆さん もう十分たくさんご経験されているように人間関係というのは思い通りになりません。ですよね。こっちは相手にいろいろ期待しますけど、その期待通りにならないってことは日常茶飯事です。このぐらいのことは分かってくれるだろうと思って話したら全く分かってくれなかったりすることがあります。以前お願いしたあのことはきっと覚えててくれると思ったらすっかり忘れてるってことがありますよね。この状況で聞き分けのないことは言わないだろうと思ってたら、 聞き分けのないことを相手が言ったりします。仮に相手が自分の配偶者とか自分の子供であったとしてもですね、全く思い通りになりませんよね。で、こんな時に思い通りにならないことへの体勢が弱いと、すぐにイライラしちゃいます。すぐに怒りが出てきます。そして相手を変えようとします。だって思い通りにならないことに耐えられないわけですから、なんとか思い通りにしようとします。相手をコントロールしようとします。相手を操作しようとします。 まあ当然これ人間関係なかなかうまくいかないですよね。まあそういう意味で人間関係においてもこの思い通りにならないことへの体制がどのぐらいしっかりできてるかってとっても重要なわけですね。思い通りにならない相手に対して自分は冷静さを保ちながら建設的に対話の努力を重ねていく。どうやって相手との折り、あの接点を見つけていこうかっていうことを根気よく建設的にやっていけるかどうかは この思い通りにならないことへの体制にかかってるわけですね。あとは人生そのものがですね、思い通りにならないこといっぱいありますよね。もう、あの、ささなことで言えば日常、よくありますよね。例えば、インターネットで買い物をして、で、メールが届いて、何月何日にお届けしますってメールが来た。しかし、何月何日、その日になっても届かない。なんてことはよくありますよね。 そんなふうに人生においては思い通りにならないことがいっぱいあるわけですけれどもそういう思い通りにならないことへの耐性耐久力がどのぐらいしっかりしてるかっていうのは自我,自我がどのぐらいしっかり確立されてるか自分という人間の基盤、土台がどのぐらいしっかりしてるかを測る基準になるわけです。そして多くの心理学者あるいは社会学者が指摘してますように現代人は この思い通りにならないことへの体制が非常に弱ってます。あの、脆弱化してます。まあ多分それは、あの、そう思っていらっしゃる方多いと思うんですけれども、現代人は思い通りにならないっていう状況に耐える力が弱いんですね。えー、わかりやすい例一つ挙げますと、えー、クレーマー化社会って言葉がありますよね。え、そのぐらいクレーマーが今増えてるってことですよね。で、例えばそうですね、 自分が前から欲しかったものを、まあ、何でもいいです。電化製品でも何でもいいから買って帰ります。ね。それなりのお金をはたいて、買って、家に帰って、いざ動かそうとしたら、スイッチ入れても動かない。まあ、つまり不良品だったなんてことがありますよね。で、もちろん、こういった場合、お店なり、メーカーなりに連絡して、状況を説明して、交換してもらうなり、対処する必要はありますけれども、それを紳士的にやる人もいれば、 いわゆるその今増えてるクレーマーというのは怒りの感情と共に電話する人が増えてるってことなんですね。で、電話口に出た人に全然動かんけどどないなってるんやみたいなことを言うわけですよね。で、まあ冷静に考えれば電話口に出てる担当者に何の責任もないのはわかりそうなものですけれども思い通りにならないことへの体制が弱いともう怒りとかに支配されてますからもうとにかくその言わないと気が済まないわけですね。 で、申し訳ありません。お持ちいただけばすぐに交換しますからって言われたときに、まあ今中にはですね、どうして俺がそこまで行かないかのやと。たった今すぐにうちの家に持ってこいなんていう人もいるわけです。まあそんなふうに、えー、まあ理不尽なクレームまで言うかどうかは別としても、その怒りとともに、怒りの感情と共とに攻撃的なクレームを言う人がとっても増えている。これは、まあ現代人が、 思いいい通りににになならない状況に非常に弱いことの現れですねで、まあ、今は消費者の立場としてクレームを言うって話ですけどこれはあの消費者という立場だけじゃなくって教育の現場にも広がってるわけですよねまあ皆さんご存知だと思いますけどモンスター・ペアレントってやつですねであの例えばですけどねクラスで記念写真を撮った自分の子供が隅っこに写ってる 前回もそうだった。もう許せないと。うちの子を真ん中にして取り直してくれ。なんていう本当にクレームを言う人がいたりとかですね。あと学芸会ですね。自分の子供がまた脇役にあった。で、教師に抗議する親がいるわけですね。今度は主役にしてください。みたいなですね。あるいは学校でですね、子供がみんなの前で教師から叱られた。 うちの子は傷つきやすいんですって言って教育委員会に電話してすぐに担任の教師を変えてくれなんていうクレームもあるそうですまああの本当に昔では考えられなかったようなレベルでクレームを言う人が激増しているそうですけれどもこれもその思い通りにならないことへの体制が非常に脆弱化していることの表れじゃないかと思いますねあともう一つ現代という時代の特徴は操作主義の時代って言われますね 僕は大変尊敬している河合駿先生という方がですね現代という時代はオペレーションの時代だって言ってましたおっしゃってましたオペレーションというのは操作っていう意味ですで操作主義っていうのは世界は自分の思い通りにコントロールできる操作できるっていうまあこれは一種の幻想ですけどそういう考え方を操作主義っていうんですね、えーまあ、僕はあのコーチングの仕事をしてます えー、もう10年余りやってるんですけれども、コーチングっていうのは、コミュニケーションを通して、クライアントさんのサポートをする仕事なわけですね。まあ、つまりあの、コミュニケーションの専門家でもあるわけですね。で、初めて会った人なんかに自己紹介するときは、あ、コーチングの仕事やってます。なんていうふうに僕は言うんですけども、まあ、そうやってこう自己紹介をしてるとですね、たまにこんな質問が返ってくることがあるんです。ああ、コーチングですか。じゃあちょっと教えてほしいんですけど、 どうやったら自分の子供をやる気にさせてもっと勉強を頑張らせることができますかどんなコミュニケーションを取ればいいんですかねとかね。どうすれば部下を動かせますかどういうコミュニケーションを使えばいいんですかっていう質問をされたことが何度かあります。わかりますよねもうこの質問自体が操作主義的な発想から出てますよね。で、僕は正直にお答えします。残念ながら、 仮に自分の子供といえども、仮に自分の部下といえども、やる気にさせたり、動かしたりすることはできないんじゃないでしょうかって僕は言います。まあ、不服そうな顔をされたこともありますが、これは僕の本音なんですね。あの、実際のコーチングっていうのは、クライアントさんが主体で、クライアントさん自身が自らモチベーションを高めて目標を達成したい。 で、そのサポートとしてコーチは、え、コミュニケーションを取るわけですから、クライアントさん自身に主体があるわけですね。で、こういった場合はコーチングも機能しますけど、そのこっち側に主体があって、あいつをどうやってやる気にさせようかとか、我が子をどうやって頑張らせようかなんていうのは、そんな操作的なコミュニケーションがうまくいくとは思えません。まあそうですよね。ですけど、まあ現代は操作主義全盛の時代と言われるようにですね、何かと、あの、 コミュニケーションを一つとっても操作主義的に捉える方が多いような気がします。でまあここでですね、まあ、今現代人の思い通りにならないことへの体制が脆弱化しているっていう一つの表れとしてクレーマーモンスターペアレントそれから操作主義に走っちゃうっていう話をしました。あのつまり操作主義に走るってことはその操作できないコントロールできないっていう状況に耐えられないってことですからね。 でここでちょっとあの脇道にそれましてあの用語の解説を一つしておきますね後で出てくる用語なんですけれどもこれもあの後ほどお配りするやつにちゃんと書いてますからご安心くださいえその用語とはね心理学お好きな方はご存知かもしれませんがアクティングアウトっていうのは自分では抱えきれない感情をつい行動や態度で出しちゃうこと表しちゃうことですね 自分では抱えきれない感情を、つい、あるいは無意識に行動や態度として表しちゃうことを、アクティングアウトって言うんですね。例えば、まあ、夫婦間で会話をしてて、で、相手が思い通りの反応をしてくれない。で、だんだん、あの、思い通りに、思い通りの反応をしてくれない相手に対してイライラしてきて。で、そしてついに相手を非難しちゃう。相手を責めちゃう。で、これ、アクティングアウトです。 自分の中で感情を抱えきれないからつい出しちゃうわけですね。お前なんださっきから聞いてたらとか相手に言っちゃうっていうのはこれアクティングアウトなんですね。あるいは言葉に出さなくても急に相手を無視するとかね。まあ、これもアクティングアウトです。態度にして出しちゃうわけですね。まあ、こんなふうに思い通りにならないときに怒りを爆発させたり相手を責めたり無視したり、まあ、あるいは物に当たったりっていうのは全部 自分で抱えきれないものを外に出してるわけですから、アクティングアウトっていうんですね。で、アクティングアウトっていうのは、相手に向かうだけじゃなくって、例えばですね、えっ、ー、と、過食とかありますよね。これもアクティングアウトです。自分の中に抱えきれないストレス、抱えきれない劣等感、抱えきれない虚しさがあるわけですけれども、それを無意識に過食という行為で埋める。これも、ですから、あの、 過食といううう行動にししてて出しちゃうからアアクティングアウトっ言んですね。あるいはアルコールをもうしょっちゅう飲みすぎちゃう人、えー、いつもアルコール飲みすぎてしまうっていうのは多分抱えきれない何かをそのお酒を飲むということでアクティングアウトすることで晴らしてるわけですねあとは、えー、ストレスがたまると車に乗って、えー、すごいスピードでぶっ飛ばすとかですね、まあ、こういうのも一種のアクティングアウトですし あとは衝動的に浪費する人とかギャンブル依存になっちゃうとかこういうのを全部心理学ではアクティングアウトっていうんですね、えっと。若い女の子とかには結構多いのはあの自傷行為ですねリストカットこれも自分の中で抱えきれないものを行動で出すことによって、えーまあ、その外,外に表しているこれもアクティングアウトです。アアクティングアウトっていうのは、まあ、要するに 抱えきれないものを外に出すことで心を守ってるわけですね。だからアクティングアウトは決して悪いことっていう話ではないです。アクティングアウトもそうせざるを得ない。そうしないと心を守れないっていうことですからね。で、子供っていうのはすぐにアクティングアウトします。当然です。自我が弱いですから、まだ自分で抱えきれませんから。だから子供はすぐ喧嘩しますよね。で、それはとっても大事なことなんです。 抱えきれないものをすぐバーンと相手にぶつけて喧嘩をした。そうすると相手も傷ついたし自分も傷ついた。こういう経験を何度もする中で子供は自我が確立されてきて、そしてなるべく自分で抱えようとか、あるいはなるべく建設的に解決しようとか、まあその痛い思いの中で学ぶわけですね。ですからまあ子供が喧嘩したりするのはいい学びになるわけですね。あの赤ちゃんなんかはもうアクティングアウトしかしませんからね。そうですよね。 お腹空いた赤ちゃんが、ああ、お腹が空いたってことはわびしいなーなんて抱えてたりすると、ちょっと不気味ですよね。赤ちゃんはすぐ、えーって泣き叫ぶとか、アクティングアウトします。あとは、中高校生ぐらいもまだまだ自我が弱いですから、当然こうアクティングアウトするわけです。例えば、まあ、こういう例を考えてみてください。ある高校生の男の子、教室の中で座ってて、授業が行われてます。 で、教師の喋ってることがさっぱりわからない。もう、ちんぷんかんぷんだとしますね。なのに、クラスメートを見ると、おーとかってうなずいてる人とか、なるほどとか言いながらノート取ってる連中がいると、どうですかこの高校生。すごい焦りとか出ますよね。劣等感とか。あるいは将来の不安とか出るんじゃないですかね。で、これをちゃんと自分で抱えて、あーこれは俺の劣等感だ。 ああ、この不安は俺の感情だって抱えれたら素晴らしいですけど、なかなか高校生ではそのレベルは難しい。だから何らかの形でアクティングアートすることが多いです。授業中ガム噛んでみたり教師、教師に反発してみたり、わざと高速違反の服装や髪型をして学校に行ったり。まあ、これが一種のアクティングアートなわけです。抱えきれないものはそうやって外に出すことで、その自分の心を、 守ってるわけですね。あともう一つ、もう一つだけね、アクティングアウトの例を喋りますね。えっ、ー、と、まあ、あるカップルがいて、で、晩ご飯を一緒に食べてたら、えー、大喧嘩になって、で、そのまま喧嘩したままそれぞれの家に帰ったとします。で、彼女の方に例えばすごい見捨てられ不安が強かったとしたらですね、この彼女はですね、その彼氏の、 その仲直りの声機嫌のいい声を聞かないともう安心できないわけですねミステラルファンが強いからだから電話をするでも留守電メールをする返事が来ないああどうやら今日は仲直りしたくないみたいだまた明日にしようって思えたらいいんですけどでもあのミステラルファンがあまりに強いともう何度でも夜中でも電話しちゃうもう10回でも20回でもメールしちゃうこれまさにアクティングアウトです 見捨てられ不安を自分で抱えて寝ることができないから、なんとか彼の仲直りの声を聞こうとしてやっちゃうわけですよね。まあ結果的にはそれは逆効果になったりすることは多いですけれども、まあそうやって抱えきれないものを外に出すことで我々は心を守ってるわけです。 だから、アクティングアウトも心を守る行為ですから、あの、すぐにやめなきゃいけないってことではないんですけれども、ただ、アクティングアウトってやり方は、自分を傷つけるか、相手を傷つけるか。まあ、そういう意味では、あの、あんまり健康的なやり方ではないわけですよね。であれば、自我をしっかり確立してって、自分の感情をちゃんと自分で引き受けて、自分で扱えるように。なんともならない感情であれば、自分でしっかり感じて味わう。 そして、建設的な行動によって解決できるんであれば、建設的な行動で解決するというふうに、自分で何とかできるようになればいいわけですね。で、これを自我の確立っていうわけですね。まあ、ですから自我が確立されるっていうのは、あの、別の言い方をすると、自分のさまざまな感情をちゃんと自分で、あの、扱えるだけの心の器を作るようなものです。心の容器。 心の容器がしっかりしてると、見捨てられ不安であれ、劣等感であれ、悲しさであれ、ちゃんとその容器に収めて自分の中で処理できるわけですね。でもこの器が、まあ脆弱なうちはいっぱい漏れちゃうわけですね。それがアクティングアウトとして外に出ちゃうわけです。というわけで、あの、アクティングアウトという言葉を説明しましたけど、本題に戻りますね。現代人は思い通りにならないことへの体制が非常に弱ってる。 っていう話から、クレーマーやモンスターペアレントの話をしましたけど、まさにクレーマーやモンスターペアレントの人がやってることは、アクティングアウトなんです。自分で抱えきれないから、の、なんとか相手を動かしちゃおう。ね、相手をコントロールしようってことで出しちゃうわけですね。で、ここでもう一つ、あの、用語の解説をしておきましょう。それ,それもここにあ、あの、書いてます。後で配りますんで。それは何という用語かというと、第二感情という用語です。 第二感情。第二感情というのはですね、本来の第一の感情を感じたくないがために出てくる感情。それを第二感情って言います。具体的には怒りとかイライラなどの攻撃的な感情です。あの、僕たちはあ、そうですね、まあ、例えばの例を挙げましょうかね。僕が喫茶店に入ったとしますね。すると、とっても不機嫌なウェイターが出てきて、 で、僕がコーヒーってオーダーしたにもかかわらず、僕の方を見ようともしない。返事もしない。で、ものすごく不機嫌な顔して下がっていった。で、しばらくしたらやってきて、いきなりコーヒーを僕の前にドーンと置いたとしますね。で、僕の中には、いきなり怒りが出てきます。失礼な。で、今、いきなり出てきますって言いましたけど、実はいきなり出てるように感じられても、本当はいきなり出てるわけじゃないんですね。 怒りやイライラは第二感情。つまりその前に第一の本来の感情があったはずなんです。例えば今の例で言うと、僕お客さんなのにこんな風に扱われて惨めだ。例えばそういう惨めな気持ち。お金払う側なのにこんな風に応対されて悲しいという悲しみだったり、そういう悲しみとか惨めな感情とかそういったものが本来の第一の感情だったにもかかわらず、 それを感じたくない。なので、そのためには仮想敵を作って、その人に攻撃を向けることで、この本来の感情を感じないっていうやり方があるわけです。これが第二感情です。この失礼なやつはなんだっていうふうに、そのウェイターに怒りを向けてる間は、自分が惨め、自分が悲しいっていうことに直面せずに済みますね。ですから、怒りやイライラ、そういう攻撃的な感情というのは全て第二感情。 つまり、本来の感情を味わいたくないがために敵を作って、そこに向け直した感情だということなんです。で、その話をしたのはですね、例えば、相手が自分の思い通りに反応してくれないときに、本来の感情って多分、がっかりだったり、残念だったり、無力感だったり、ね、買ってきた商品が、 ものすごい楽しみにしてたのにスイッチ入れても動かない。本当の感情はがっかり。残念ですよね。でもそれをちゃんと、ああ、自分は今がっかりしてんだ。自分こんなに残念なんだって抱える器ができてないと、とにかくそれを、このメーカーは、とか、あの店は、っていうふうに怒りの第二感情にすり替えて誰かにぶつけるわけです。すると電話口に出た。実際は何の責任もない人に、 お前はなんていうふうに言っちゃったりするわけですね。まあそんなわけで、えー、アクティングアウトっていう言葉とですね、第二感情という言葉をお話し,しましたけど、あの、思い通りにならないことへの体制が、えー、弱いと、とにかく自分の第一の感情を抱えられないので、第二感情で出しちゃう。アクティングアウトとして。まあそういう傾向が、現代人はかなり強まってるっていうふうに、まあ多くの心理学者が言ってるわけです。 で、まあ、なんでこの現代人がそういう体制が弱いのかっていうことですね。思い通りにならないことへの耐久力が。まずあの現代の時代、現代という時代はですね、科学技術文明の時代ですよね。すごい便利であまり我慢しなくていい生活を僕たちは送れてるわけですね。例えば昔はですね、寒い時は暖房といえば火鉢だったんですよね。 もう火鉢って2メートルも離れたら全然暖かくないわけですよね。でもやがてストーブやこたつが出てきて、そしてついにはエアコンが出てきました。えー、暑い夏はというと昔はうちわだったわけです。自分で仰いでたわけですよね。やがて扇風機が出てきた。そしてついにエアコンが出てきた。今僕たちはリモコンのスイッチ一つで快適な温度に調整できますよね。 部屋の温度、部屋全体、あるいは家全体の温度。つまりボタン一つで環境をコントロールしてる。すると、どうなるかというとですね、コントロール幻想ってやつを持つようになるんですね。世界は自分の意のままにコントロールできるんじゃないか。このコントロール幻想のことを万能感とか全能感とも言いますけれども、現代人っていうのはコントロール幻想、あるいは万能感に取り憑かれてる。 わけですねでこの万能感やコントロール幻想に取りつかれると思い通りにならないことへの体制が弱ります逆に言うとこの万能感コントロール幻想を手放せれば手放せるほど思い通りにならないことへの体制が高まりますまあとにかく人類は、まあ、特にこの科学技術 あの、西洋の近代以降でしょうね。この科学技術というものに、えー、依存するようになってですね。あの、逆に万能感、コントロール元素を持つようになった。で、自然というものを人類の都合のいいように利用できるんじゃないか。自然というものを科学技術によってコントロール操作できるんじゃないか。そうやって文明を発達させてきたわけですね。でもその結果として、 今の自然環境破壊に至ってるわけですよね、人類というのは。で人類は万能感を持ってコントロール元素を持って自然をコントロールできるかのごとくに文明を発達させてきましたけれどもいまだに台風一つコントロールすることはできませんよね。地震にしても津波にしても何一つコントロールすることはできないですよね。ですけどそういう。 自分たちではコントロールできないものに対する異形の念を忘れてですね万能感でコントロール幻想で走ってきたのが多分今の文明でありその歪みとしていろんな環境破壊だとかあるいは今人類というのはこの地球上の文明を何度も破滅させることができるだけの核兵器を保有してますよねまあそういったある意味愚かな現状を作ってきたんじゃないかなと思うんですよね 話が随分大きくなりましたけど人類って話になっちゃいましたけど個人レベルでもそういう万能感コントロール幻想というものを手放せてない人が現代は多いってことですねでそれを手放すことが思い通りにならないことへの体制を獲得するってことになるわけですで僕はですね活字を読めない人だったんですね話全然変わりますけど あの、漫画で育った少年だったんで、もう活字全然読めなかったんですね。よくあの、児童文学とかあるじゃないですか。あの、アンクルトムの小屋とかなんかいろいろありますよね。あんな、ああいうの全然読めなかったんです。なんですけど、あの、高校時代にさっき言いました、対人恐怖症になって、あの、もう毎日が地獄のような苦しみでしたんでね。 もうこの世界で僕だけがこんなことを悩んでるんだっていうような当時はすごい孤独な悩みを抱えてたんで、もう笑わ,わもすがるような思いでいろんな本を読みあさったわけですよね。で、まあ、あの、活字を読めるようになって、で、子供の頃活字を読まなかった反動でしょうね。大人になってからはもうすごく本を読むようになったんですけれども、あの、ある時期にですね、偉人の伝記を片っ端から読みました。偉人伝。 もう世界中の古今東西の偉人たちのね。で、いろんな偉人たちのストーリーを読んでいくと、見事なぐらいに共通している共通点があるんですね。かなりの確率で共通している共通点。それはですね、子供の頃家が貧乏だったとか、子供の頃大病を患ったとか、自分が幼い頃に家に不慮のアクシデントがあって、家族が大変な苦労をしたとか、 つまり不自由なな環境なんですね圧倒的に多くの偉人が不自由な環境の中で育ってますこれは心理学で説明するならば不自由な環境の中にいると我々は万能感を手放さざるを得ませんコントロール幻想を手放せるわけですねでそれと同時に思い通りにならないことへの体制を獲得します ですから、大人になって根気よく建設的にいろんなことを成し遂げることができるわけですね。で、えー、精神分析でですね、この万能感を手放すことを虚勢って言うんです。虚勢されるって言うんですね。万能感を手放すこと。で、これは我々が心理的に大人になるために必要な必須プロセスなんです。 あの、まあ、一般的に虚勢されるっていうとね、なんか自分の中の気力を奪われるみたいな、そういう意味で使われることもありますけれども、あの、精神分析という虚勢、虚勢というのは全然違う意味で、むしろとっても重要な、心理的に大人になるために必要な通過儀礼みたいなもんでね。我々子供から大人になる過程で万能感を手放す時期があるんですよ。で、その時に思い通りにならないことへの体制を獲得するんです。 ちなみにあの子供は皆万能感の中で生きています。あの幼児はね。生まれたばかりの赤ちゃんは特にそうですけれども、母親との間にまだ分離感がないんです。自分とお母さんは別人っていう意識は赤ちゃんにはないんですね。で、赤ちゃんっていうのはお腹が空いたら泣き叫ぶ。すると、いつの間にかおっぱいが与えられる。気持ちが悪いと泣き叫ぶ。するといつの間にかおむつを替えてもらえる。 何かしら自分に欲求が起きるとそれが解決する。世界は自分の思い通りになる。というコントロール幻想、万能感というのを子供は持ってるんですね。で、それは健康なことです。子供にしてみればね。ところがそれが大人になる過程でその幼児的な万能感を手放すのが虚勢と言われるプロセスなんですね。で、 まあ僕がいろんな偉人の本を読んで多くの偉人たちっていうのは不自由な環境の中で見事に虚勢のプロセスを通過しているわけです逆にあのルソーという人がね、えー、ジャン・ジャック・ルソーという人がエミールという本の中でこんなこと書いてますね子供を不幸にする一番確実な方法はいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだまあ深いですよね いつでも何でも手に入るってことは、万能感を手放せないまま大人になっちゃうってことです。つまり、思い通りにならないことへの体制が非常に弱い大人になっちゃうってことですね。ですから欲しいものを何でも買い与えてやるっていうのは、まあ、子供の心理的な成長のプロセスを妨げることになっちゃうわけですね。まあ、これは小さな子供に限らないです。まあ、子供がそれなりに成人してね、 例えばよくこういうことありますね親がすごい社会的なステータスがあったりとかあるいはまあ著名人だったりした場合に親のコネで子どもをいい会社に就職を旋するとかこれは子どもからするととっても貴重な機会を奪われたことになりますよね。自分で探し自分で見つけ出すっていう一番大切な経験ができないことになりますよね。 困難な状況の中で思い通りにならないことをいっぱい経験しながらその中でかろうじて模索して自分の道を見つけ出すっていう一番美味しい体験をですね、親がこの会社がお前を取ってくれるそうだよなんていうふうに提供しちゃうと、まあ、まさに子供はですね、思い通りにならないっていう美味しい体験ができないわけですよね。まあすると非常に思い通りにならないことへの体制が弱い。 まあ、つまり幼児的な万能感を持った大人になっちゃうということです一人例を挙げますね偉人の中でやはり僕はとても尊敬している松下幸之助さんまあ松下幸之助と呼ばさせていただきますが、えー、幸之助はですね8人兄弟の末っ子として、えー、生まれてますで幸之助が子どもの頃に父親がですね、えー、米相場で え、大損しましてね。まあ、陶器で失敗したわけですね。で、もう家も土地も手放してですね。もう極貧生活になるんですね。ものすごい、貧しい生活になるわけです。ままさに不自由な環境になっちゃうわけですね。で、幸之助が小学生の間にですね。兄弟のうち3人が亡くなっています。結核とかインフルエンザとか。まあその背景にあるのはあまりにも貧しくて、食べるものもろくに食べれなかった。 まあ栄養失調ですね。そういう環境の中で、兄弟3人が、晃之助が小学生時代に亡くなってます。晃之助も小学校を中退しまして、デッチ奉公に入るわけですねあの。小僧さんになったわけです。最初は火鉢屋さんですね。で、えー、その火鉢をねあの、磨いたりするわけです。徳沙っていうあの草でね。で 小さな幸之助の手はですね、一日中特差で磨いてたりすると、もうすりむけて腫れ上がってるわけですよね。で、それでまた朝晩の雑巾掛けなんかの水仕事をやると、もう水が染みて飛び上がるほど痛かった。なんてことを幸之助は回想してますね。そういうデッチ暴行時代を経まして、あ、そう。で、そのデッチ暴行時代にもさらに兄弟が二人亡くなってます。そして父親も亡くなってます。 で、これもやはり極貧生活ということがですね、えー、鍵だったと言われてますね。で、その後、河野助は会社に入ろう、えー。社員として会社に雇ってもらおうというふうに考えて、電気会社に入ろうとしたんですけど、最初はそれがすぐにできなくって、セメン,セメント会社に入ってですね、しばらく重労働をやってますね。とっても、あの、河野助は病弱だったんで、その体で、えー、非常にきつい重労働をやりましてですね。やがて、 大阪電灯っていう電気会社に入ったんですね。で、いよいよ希望する電気会社に就職できて、よし、勉強しようと。夜学に行って、夜間学校に行って、電気のことを学ぼうっていうことで、夜学に行くんですけれども、小学校を中退した高之助は、読み書きが満足にできない。で、ついていけなくなって、夜学もやめてます。 でもこれは、ね、ある角度から見たらすごい美味しい体験をしてるわけですよね、河野助は。まあ実際それ晩年言ってます。河野助は、えー、最後まで自分は学問ができないっていうコンプレックスを持ち続けたって言ってます。だから自分は謙虚になれた。社員に対しても聞く耳を持てた。新入社員に対しても自分よりはものを知ってるだろうっていう視点で、 聞く耳を持てててたって言っ言るんですね、まあ、つまり晃之助はですねこの思い通りにならない環境の中で、えー、思い通りにならないことをいっぱい経験したわけですけどその中で当然その思い通りにならないことへの体制を獲得しながらもさらに謙虚さも身につけてやがて経営の神様と言われるまでになったわけですよねまあこんなふうにあの偉人の話をねいろいろ読みますと 本当に不自由な環境っていうのは、その,その人の自我を確立するという上では、ものすごいあの力になるんだなっていう例がいっぱい出てます。まあですけど、現代の時代でね、今の河野助のような不自由な環境っていうのは、まあ変な言い方ですけど、手に入れようと思っても手に入れにくいぐらいですよね。じゃあ、思い通りにならないことへの体制を獲得するためには、不自由な環境以外には何があるのかということですけれども、 二番目はですね、失敗や挫折の体験です。まあ、これはもう多くの方が何度も聞いたことあると思います。人は失敗や挫折を通して大きくなる。人は失敗や挫折を通して成長する。多分皆さんそうだそうだと思いますよね。人間というのは失敗や挫折を通して大きくなっていく。でこれはいろんな人がこのことを言ってますね。 しかしですよ。しかし僕たちは失敗や挫折を避けようとして生きる傾向があるわけですね。例えば、子育ての例で言いますと、子供を失敗させまい、失敗させまいとして育てる親が多いんです。忘れ物はない何々は持ったあれあれは大丈夫って、子供が失敗しないようにしないように親が先回りして、ああ、今日も忘れ物なく学校に行ったなんてやってるわけですけど、子供が自分で準備して、 失敗したなんていう経験がなかなかできない環境にある場合も珍しくないわけですね。あるいは、えーまあ、今の世代の特に若い人たちは冷めた世代って言われますけど冷めた世代ってことは物事に本気で取り組まないわけです。で、本気で取り組まないことのメリットは挫折せずに済むんです。何かに取り組む時にね、全身全霊で 頭も使い、勇気も使い、足もフットワークも使い、全身全霊でやったときに、それでもダメだった。自分のすべての力を注ぎ込んだのに、全くいい結果が出なかった。っていう、こういう経験本当はいいんですけどね。こうなったときに僕たちは挫折できるんですよ。ああ、自分の力では全く届かないって、これが挫折です。だけど、冷めた世代っていうのは、それをしないわけですね。頭だけ使って、知恵だけ使って、賢く稼ごうとか、ね。えー ここだけで何とかこう結果を出そうとしてでうまくいかなかった時は知恵が足りなかった戦略が甘かったつまり挫折せずに済むわけですねで挫折をしようと思ったら本気を出さないと挫折はできないってことです。全身全霊で全てを投げうったときにそれでうまくいかなかった時に僕たちは挫折します。そしててこの経験が人を大きくくするる僕たちを成長させてくれる つまり思い通りにならないことへの体制をしっかり僕たちは獲得できるということなんです。まあ、今失敗、挫折って言い方をしましたけど、これより内面的に言うと、がっかり、残念、あるいは一時的な無力感。これがとってもいいんですね。まあ、今日自己需要っていうことがメインテーマになると話をしましたけど、自己需要を深めるための 通過儀礼です。このがっかりや残念や無力感は。人はがっかりや残念や無力感を通り、通ることによって本物の自己需要にたどり着きます。つまり、最初にですね、doing、自分の行為とか、その結果ですね、行為の結果手に入るもの、そういったものを doing と呼びましたけれども、そうじゃなくて自分の存在そのものを、being を受け入れようとするならば、 自分にとってかっこいいと思える自分もかっこ悪いと思える自分も好ましいと思える特性も好ましくないと思える特性もどんな特性も全部含めてそのままで自分というものを認めていくってことですよね。その過程でがっかりとか残念が出てくるんですよね。ああ、自分の限界は今ここなんだ。残念。あ、現状の自分はこの程度だ。がっかり。 まあこういったがっかりとか残念とか、あるいは無力感っていうのは、まあ、できれば味わいたくないと思う感情かもしれませんが、そのままのありのままの自分と直面するときに、必ずこれ出てきます。で、そのときにね、気持ち的にはこう落ちますよね。でも、落ちるだけ落ちるとつくんですね。落ち着くっていう言葉があるように、人間ちゃんと落ちるとつきます。 そこが大地なんです。自分という大地なんです。自分という大地に足がついて初めて、自分という大地に根を張る生き方ができるんですね。まあ僕も何度も経験あのしましたけど、そのがっかりとか、残念とか、ああ、今の自分はこれ無理だとかね、ああ、これは自分には向いてないとか、まあそういったあのがっかりや残念というのは、その 確かにこう、ハッピーな感情とは違いますけど、それをしっかり通過したときに、でも自分は自分だっていう感覚にたどり着くんですね。これが自分だ。で、そこで地に足ついた人は怖くないですね、もうね。だって自分のそういう部分もちゃんと直面して、それ込みで自分というものを認めてますから、とても強いですよね。まあそんなわけで、失敗や挫折をし、 がっかりや残念の経験をいっぱいするってことはとっても素敵なことなんですね。これも偉人の中で一人例を挙げましょう。エイブラハム・リンカーンというアメリカのかつての大統領がいますね。今アメリカ国民に最も尊敬する歴代大統領は誰ですかっていうと一番に上がってくるのがこのリンカーンだそうです。 まあ確かにすごい偉業を成し遂げた人ですね。ものすごく困難だと言われた奴隷解放を実現した人ですからね。で、まあリンカーンのことも簡単に紹介しますと、9歳の時に母親が亡くなってて、そしてリンカーンも松下幸之助さん同様、小学校を中退しています。で、その後、挫折の歴史、まあ、 あの、たくさん挫折してるんですけど、重要なものを取り上げますと、まず23歳の時に衆議会議員に立候補して落選。その後事業に失敗し多額の借金を抱えます。これは返すのに15年余りかかってます。そして会員議員に立候補し2回落選。上院議員に立候補し2回落選。あるいはプライベートでは26歳の時ですけど、 あの最愛の婚約者が亡くなってます。まあこうやってですね、あのたくさんの挫折をしてリンカーンはまあ51歳になったときにアメリカ大統領に選ばれたわけですけど、あの半端じゃない挫折を繰り返してたこのリンカーンという人はですね、もう非常に真のしっかりした大統領だったわけですね。当時あの国の半数は奴隷解放大反対なんです。奴隷解放冗談じゃないっていうそういうもう。 ある意味過激な人たちも含めてですね、大反対の人が国の半数はいたわけです。で、ーンは毎日のように新聞で叩かれ、国の半数を敵に回しながらもついに奴隷解放宣言にこぎつけてですね、奴隷解放という、まあ、異業を実現したわけですね。で、このーンが若い日からたくさんの挫折を繰り返したことと、これはもちろん無関係じゃないってことですね。 まあそんなわけで失敗や挫折、あるいはがっかり、残念。こういったものは、あの、決して悪いもんじゃないっていうことですね。それによって僕たちは強くなれます。思い通りにならないことの体制を獲得できます。そして、それによって、虚勢のプロセスが進むんです。万能感を手放せます。あの、虚勢のプロセスを経るとね、人間って謙虚にもなりますし、人と、あの、相互協力的な人間関係を築けるようになるんですよ。 まあよくね、この、挫折のない、こう、エリートで来たような人が、あの、なかなかこう、チームワークをうまく作るのが苦手とか、人とこう、ね、相互協力関係を作るのが苦手なんてケースがあるじゃないですか。で、それは挫折なく来た人っていうのは、その、人を利用対象として見ちゃうんですね。なぜならば、自分一人でも何とでもなるっていう万能感を手放してませんので、その、人間不完全なもの同士、未熟なもの同士、 助けようっていう発想になれないわけですね。自分次第、あの自分一人で何でもできるっていう万能感があるために、その人は利用対象になっちゃうんですよね。でも、ちゃんと虚勢のプロセスを経て、えー、自分にはできることもあればできないこともある。得意なこともあれば苦手なこともある。今の自分の限界はここだ。そういったことにちゃんと直面している人は、えー、そういう相互協力関係。だから助け合おう。 お互い不完全な人間同士うまくやっていこうというふうになれるわけです。さてその思い通りにならないことへの体制を獲得するために、まあ、不自由な環境も一つ失敗や挫折も、えー、いいという話をしましたけどもう一つ思い通りにならないことへの体制がどんなふうに獲得されるかという3番目の話をしますね。これは、えー、家庭においての話ですけども、 それは何かというとですね、不正による切り分けです。これも言葉の意味説明しないとわからないかもしれませんが、不正による切り分け。どういうことかと言いますと、まあ、家庭には親がいますよねで。親には不正と母性があるんですで。不正の作用というのは切り分ける作用です。区別をする。 あるいは境界線を引く作用です。で、逆に母性の作用は包み込む。一体化する。融合する。わかりますかね対極ですよね。で、どっちも大切なんですよ。あと一つ誤解しないでいただきたいのは、父性イコール父親、母性イコール母親というわけではありません。一人の父親の中にも、父性があれば母性があります。 一人人のののの母母母親中中ににも父性も母性ももも性性あありまののありまますすて両方だから家によっては母親が不正を担当し父親が母性を担当するっていう家もあればシングルマザーとかシングルファーザーの人でお一人で不正も母性も使い分けるっていう場合もあります。ですのでまあ不正イコール父親っていうわけではありません。 で、不正いうのは切り分ける、つまりやっていいこととやっていけないことをちゃんと子供に教える。で、やっていけないことをやった時にちゃんと叱るっていうのが不正の作用なんです。とっても大切なそのルールを、あの、これは人間として守らなきゃいけないよってことを教えたり、それを踏み外した時に叱ったりっていうのが不正の働きなんですね。で まあ実に多くの心理学者や社会学者がやはり指摘してるんですけれども、この日本という国はですね、家庭の中に不正が欠如している。かなり不足しているということをいろんな人が言っています。で、日本は母性社会である。っていうふうに言うわけですね。例えば河合駿先生は、母性社会、日本の病理っていう本の中でそれを詳しく書かれています。 で先ほどその思いどりえっ、ー、と不自由な環境あるいは失敗や挫折でさらに3番目に不正による切り分けによって我々は虚勢されるそして思い通りにならないことへの体制を獲得するって言いましたということは不正が弱いあるいは不正が欠如してるってことは我々虚勢されないまま大人になっちゃうすると思い通りにならないことへの耐性が非常に弱いまま大人になりがちだっていうことですね。 まあそういう傾向が日本の社会にはあるということです。全ての家がそうとは限りませんよ。もちろんね。まあ、そこで少し母性の話をもうちょっとしたいと思います。えべ、ー、ての人の中に母性があります。で、母性の元みたいなのがあるんですよ。心の底に。で、そこにアクセスしたときに僕たちの中に母性が出てくるんですね。で、この母性の元みたいなものがあるって言いましたけど、 あの、またユング心理学の話をしますけどね。ユング博士っていうと、シンクロニシティという概念を提唱した人としても結構有名です。が、もう一つは集合的無意識という概念を提唱した人として有名ですね。すべての人の意識は奥底でつながっている。すべての人の意,あの意識の奥底ではですね、共有している部分がある。 ってユンゴは言ったわけです。それを集合的無意識って呼んだんですね。で、その集合的無意識の中には、いくつかの基本的な特性、基本的な型みたいなのがあって、これをね、原型って言うんですね。原型、一応書いておきましょうか。 後ろの方の方あの、読めないかもしれませんが、元の型と書いて原型です。アーキタイプって言うんですけどね。つまり僕たちの心の中には、あの、共有し、あの、すべての人が共有しているいくつかの基本特性、基本の型みたいなのがあって、その中の一つに母性の元みたいなのがあるわけです。これをユング心理学ではグレートマザーって言います。すべての人の集合的無意識の中に、 心の奥底に、えー、グレートマザーという原型があるわけですね。で、ここに我々アクセス,アクセスしたときに母性が出てくるわけですね。で、このグレートマザーには2つの側面があるんです。子供を慈しみ、育む。そのままの子供を受け入れ、慈しみ、育む側面です。これ、グレートマザーのプラスの側面って言います。 しかし、グレートマザーにはもう一つマイナスの側面があるんですね。それは、子供をあまりにも心配し、子供を飲み込み、束縛して話さない、そういう母親の側面、そういう母性の側面があるんですね。ですから、母性っていうのは、そのままの子供をあるがままに認めて育むっていう側面だけじゃなくって、子供のことを過剰に心配し、もう飲み込んで、もう束縛して手放さない。 あなたは私の子よっていうそういう飲み込んじゃう側面と両方あるわけです。で、その後者のマイナスの側面が強いと子供は心理的に自立できないってことですよね。で、まあグレートマザー原型にアクセスすることをですね、ユング派の人たちはグレートマザーに憑依されるなんて言い方をしますけどね、そのグレートマザーに憑依されちゃうと まあ表意されちゃうっておどろぞろしいんでグレートマザーに同一化しちゃうとですねまあ僕たちはその母性のマイナスの側面も出やすくなっちゃうわけですけども、まあ、例えばあの子供のことをあまりに心配するあまりあの失敗させまいとする母親、まあ、さっきちょっと例を挙げましたけど忘れ物はないの何々は持ったなんていうふうに心配しちゃう母親っていうのはある意味子供に対して過干渉になっちゃう。 子供に失敗させないように先回り先回りしちゃうっていう意味でグレートマザーに憑依されちゃってるわけですグレートマザーのマイナスの側面に同一化しちゃってるわけですねあとはあのまあ、僕はコーチングの仕事をしてるって言いましたけども、まあ、今までいろんなクライアントさんのサポートをしてきた中で、えー、コーチとしての仕事を始めた方たちのサポートもいっぱいしてきたんですねで まあ初心者コーチっていうか、コーチングを始めたばかりの方たちが比較的陥りやすいこととしてですね。えーまあ、本来コーチングっていうのは、クライアントさんが自ら考え、自ら悩み、自ら葛藤し、その悩みと葛藤の中で自ら答えを見つけ出していくっていうのをサポートするのがコーチングなんですけれども。 ま、最初のうちは、もうお金もらってるんだから、なんとか役に立たなきゃっていうんでね、コーチの方が一生懸命考えて、もうアイデアいっぱい出しまくったりとかですね、もうコーチの方でもう最後、アドバイス攻めにしちゃいました、なんていうことがよくある。ですね。ま、もちろんあの、アドバイスが全面的に良くないって話じゃなくって、ケースバイケースで意図的にアドバイスをバシッと入れる場合も、あの、もちろんあるんですけれども、基本的にコーチは、クライアントさんが自ら考えて見つけ出していくのをサポートするわけです。 なんですけど、その最初のうちはついついこっち側が考えて、まあ、まさに過干渉の親と同じように、あしたらどうですか、こうしたらどうですかとか、中にはコーチングセッションが終わった後もインターネットで調べて、代わりに調べて送ったりとかする人もいるわけですね。で、これはグレートマザー原型に同一化しちゃってるわけです。まあ、これは子供が自立するのを阻む母親と一緒で、クライアントさんが自立するのを阻む。 まあ、むしろクライアントさんを依存的にしかねない関わり方になるわけですね。あとは、日本の組織で結構多いのは、部下のプライベートにまで口を出す上司って言いますよね。結構日本の企業には珍しくないですよね。仕事のことだけじゃなくって、部下の健康のこととか、えー、夫婦関係のこととか、部下の子育てのことにまでこう口出してきたりする。っていうのは、これもグレートマザー原型に同一化してる。 っていうふうにユング侵略で言うんです。その母性のマイナスの側面が出ちゃってるってことです。まあもちろん部下の方から相談してきた場合は別ですよ。部下の方からちょっと最近夫婦がうまくいってなくて課長相談乗ってくださいって言った場合は別にグレートマザー元気じゃなくても当然そのプライベートなことに関わることにはなりますけど頼まれてもないのにプライベートにまで口を出すっていうのはこれは母性のマイナスの側面なんです。 で、本当に日本って母性社会なんだなって思ったことがありましてね。それ何かと言いますとね、えー、ヤングアメリカンズっていう団体がアメリカにあります。えー、アメリカのロスに本拠地があって、えー、歌やダンスを通してですね、世界中の子供たちに、その歌やダンスのワークショップを通して、えー、生きる勇気とか、え、自分を表現することの喜びとか、そういったものを伝えるワークショップを、 世界中やって回ってるそういう団体がヤングアメリカンズっていってロスに本拠地があるんですね。でヤングアメリカンズのメンバーというのは大体17歳ぐらいから20過ぎぐらいのそういう若者たちそういうボーイズガールズたちなんですが彼らがまあ,あの日本にもあとドイツとかイギリスとかロシアとかアメリカ本国とか世界中回ってるんですけど日本にも えー、毎年夏ツアーとか春ツアーでやってきてその3ヶ月間のツアーをやって帰っていくわけですよでツアー中は彼ら彼女らはあのホームステイをして回るんです日本人の家庭を大体3、4泊ずつぐらいね3、4泊ずつぐらいいろんな家庭をホームステイして回って、えー、その3ヶ月間のツアーをこなしていくんですねで初めて日本にやってきますよね彼らは日本ってどんな国だろう で、3ヶ月間のツアーを終えて帰っていくときに、日本ってどうだったって聞くと、まあ、とてもいいイメージを持ってくれるケースが多くてね。日本はいい国だ日本人とても親切で大好きだだけど、え、ある筋から聞いたね。あの、彼らまあ、あの、うちはですね、子供たちがヤングアメリカンズが好きで、まあ、毎回ワークショップに何度も参加するんで、あの、うちもホームステイも毎回、あの、たくさん、あの、受け入れてるわけですね。 ですからもう今まで数限りなくたくさんホームステイを受けてきて、まあそういうアメリカの若者たちのあの泊まる家を提供してきてるわけですけど、3ヶ月のツアーを終えた彼らがですね、日本って国とってもいい国なんだけど、一つだけこれはちょっとうんざりしちゃったねって結構みんなが共通して思うことが一つあるんですね。まあそれをあのある筋で聞いてなるほどと思ったんです。こればっかりは ちょっとうんざりだよね。それは何かというとですね、日本人の家庭は幼児扱いするっていうんですね。で、最初ツアーが始まった頃は、これはこの家庭の特徴なのかな、と彼らは思うんですけど、いろんな家もあるうちに、あここも、あここもあ、どうも日本人全体がそうなんだって気づいて、最後はもうちょっとほっといてほしいっていうふうに思うようになるそうです。幼児扱いするんじゃなくって。どういうことかというと、例えば彼らがですね、あの、 毎日、一日中体を動かしてワークショップやってるんで、まあ彼らはすごい、あの毎日ヘトヘトに疲れてるわけですけどね。で、明日は朝9時に出かけますと。朝シリアルとミルクだけ用意しておいてくださいとか言って寝室に行って寝るわけですよ。で、ヘトヘトに疲れてるんでね、その9時に出かけるっていうと大体もう8時半過ぎぐらいに起きてきて、もう30分弱でバーッとシリアル食べてガガッと用意して出かけたりするんですよね。で、うちはもう何度もやってるんで大体そういうの慣れてるんで、 まあ、ほっとくと、まあ、9時に出かける場合でしたら8時半過ぎぐらいに起きてくるなんてことが多いんですけれども、日本の家はですねそ、その、ま、その、起きてくるのを待ってくれないってわけです。もう8時過ぎに起こしに来るって言うんですね。そろそろ起きなくて大丈夫とかってくる人なんですよ。で、これは、あの、彼らからすると、幼児にすることだと、親が。少なくとも17歳過ぎた僕たちが、 朝、朝起きれないわけないっていう彼らは当然思うわけですよね。そろそろ起きないと遅刻するんじゃないとかいうのは、もう本当に、あの、親が幼児にするようなことなんだけれども、まあ日本の家庭だと寝たい時間までなかなか寝かしてもらえない。あと起きてシリアル食べてるとですね、今日は降水確率50%よ、傘持ってったらとかで来くるわけですよ。で、これびっくりなんですよ、彼らがするとね。まあ幼児だったらそれはあるけど、 少なくとも、もう、あの、17、18歳以上の若者ですから、雨濡れぬのが嫌な子は自分で聞きます。天気予報今日どうですかとかね。傘って貸してもらえますかって当然聞くわけですけど、もう日本の家庭ってそういうことをやる余地がないぐらい、もう次から次に、もうなんと言うんですか、失敗しないように困らないようにってこう来るっていうんですよね。で、3ヶ月もこれやってると最後は、ちょっと疲れちゃうと、ほっといてくださいって言いたくなるっていう本音を聞きました。 でそれ聞いたときにああ本当に日本の母性社会っていうのは外国人の目から見ると顕著にそういうふうに映るんだなと僕は思いました。でまあそんなふうにですねその母性の特にマイナスの側面というのは相手を飲み込んじゃう、ね、例えば子供を飲み込んじゃうわけですけどそれは言い方を変えると子供と自分の間の境界線がしっかりしてないってことです。 親の方で子供と自分は別のものだっていう境界線をちゃんと作ってないってことですよね。で、例えば子供を通して自己愛を満たそうとする親ってのはやっぱり日本には多いんですね。もう子供を王子様のように、お姫様のように育てる。ね。そしてもう子供が運動会で一等賞を取ったら、まあちょっと極端な例だと赤飯を炊くとか、もう家には子供の表彰状が並んでるとかね。 子供が100点取ったらもうえらい大喜びするとかちょっとこの原型というのを消しますけどねここに「Doing と「Being って書いてますね Doing というのは行為あるいは行為の結果ですけれども Doing でばっかり評価されてると Doing ばっかり褒められてると子供は自分の Being に自信がなくなってくるんです あなたお父さんの言いつけ守って偉いね。あなた聞き分けがあっていい子ね。あなた100点取って素晴らしいね。お前運動会で一等賞か。お前はすごいな。こうやってドゥイングでばっかり評価されてるとですね、ビーイングに自信がなくなっちゃう。存在に自信がなくなっちゃう。いつもすごい自分じゃなきゃいけないんだ。いつも認められるような行動をしとかなきゃいけないんだ。 いつもいい結果を出して褒められなきゃいけないんだっていうふうになっていくんですね。ドゥーイングでばっかり評価されたり褒められたりしてるとですね。すると子供はドゥーイング思考になって、さっき言いました。極端な利己主義、あるいはナルシストになりがちなんです。で、当然、そういうふうに生きようと思ったら万能感を手放すわけにはいきません。俺は本気になったらすごいんだっていう万能感を 支えにですねそれにしがみついてドゥ i イングで惚れ惚れとするような自分を目指して生きるわけですね。だから周りから見るととっても利己主義的なあるいはナルシスト的な生き方になっちゃうわけです。まあそういう意味でもあのもちろんその何でもかんでも褒めちゃだめって話ありませんけれども何よりも子どものビー i ング存在そのものを重要するっていうことがベースにないとですね。だから 100点取った時も30点取った時もあなたの素晴らしさは変わらない。親の言いつけを守った時も親に反抗した時もあなたへの愛は変わらないっていう。まあこれはまさに母性のプラスの側面ですけどね。そういうピーイングに対する健康的な母性を出していくといいんですけど、マイナスの母性っていうのは親が自分の自己愛を子供のドゥーイングで満たそうとする。だから子供が 新進学校とか一流大学に入るのに親が必死になっちゃったりする例は子どものドゥ i イングを通して親が自分の自己愛を満たそうとしちゃってるわけなんですね。これはまさにマイナスの母性ですす子供と親の間の間境界線が曖昧になってるわけですねで逆に子どもの目から言うとねそういう飲み込むような母性からあの自立していくって結構大変なんですよね。 そういう飲み込む母性から自立するってのは分かりやすく言うと、その親の期待に応えなくなるってことです。お母さん、僕はあなたの期待に応えることをやめます。あなたがやってほしくないことをやると思います。やるかもしれません。僕は僕の人生を生きます。僕がやりたいことをやります。だから、お母さんの期待、あるいはお父さんの期待を裏切ると思います。期待に応えられなくなると思いますっていうのが、あの、飲み込む母性から自立していくってことなんですけど、 あのそのねグレートマザーのマイナスの面っていうのは結構ね自己犠牲的な形で出るんですよ。わかりますあなたさえ幸せになってくれたらいいのお母さんはどうなってもいいのよとかね私はお母さんがあお母さんはあなたがやりたいことをやるためにはどんな自己犠牲でもどんな苦労でもするからねお母さんの犠牲なんてどうでもいいのよっていうふうな飲み込み方をするんです。 特に日本のグレートマザーのマイナスの側面が出たときはね。まあ、これ、えっ、ー、と、おこのぎけいご先生は日本的マゾヒズムって呼んでますが、まあ、とにかくそういう自己犠牲的に飲み込まれた場合、一番自立するのが難しいんですね。なぜかというと、自立するときにすごい罪悪感に襲われるんです。子供が親の期待に応えなくなるというのはある意味当たり前のことなんですけど、そのことにすごい罪悪感を感じるようになるんです。だって、お母さんは自分を犠牲にして、 僕の幸せのためにこんなにやってくれたのにってこうなるわけです。で、その時にちゃんとその罪悪感を自分で抱えて自立していくというわけですよ。ああ、これが罪悪感。ああ、ってこの罪悪感をしっかり自分で抱えて味わいながら自立していけばいいわけですね。でも、この罪悪感を抱えることができない。ああ、これ抱えてられない。ああ、お母さんの言うことを聞こうってなるわけですよ。わかりますか罪悪感を自分で抱えることができないと、それを抱えなくて済むように、ついアクティングアウトして、 親の期待通りの行動をしちゃったりするわけですね。まあこれはあの親から飲み込まれてる場合の例ですよ。で飲み込まれてる時に自立する時はその罪悪感をちゃんと抱えて味わいながらあの自立していくといいというお話です。まあ、というわけであの母性社会というお話をすごいたっぷりとしてきたんですけども。う その防性社会っていうことはさっき言いましたように不正が弱いあるいは不正が欠如しているということですよねそうなるとそ,のそこで育つ人っていうのは心理的に大人になりにくい、えー、心理的に虚勢されるっていうプロセスがちゃんとあのそれを減ることができないので思い通りにならないことへの体制が獲得できないっていうことなんですけれどもその結果今日本にどんな現象が増えてるかっていう話をします。 でこの話までして、第一部を終えようと思いますけど、今から第一部のクライマックスみたいな話をしますね。今、日本に実際増えてる現象ですね。一つはね、青い鳥症候群っていうのが増えてるんですね、若い人とかにね。青い鳥症候群っていうのは、理想の仕事を求めて、次々とこう転職を繰り返す。 若者たち。若者に限りませんけどね。そういう人たちなんですけど、とにかく今目の前の仕事は自分が本気で取り組むほどの仕事じゃない。自分が本領を発揮したらもっとすごい結果を出せる仕事があるはずだ。もう自分のこの才能にバッチリの仕事は別にあるはずだっていうふうに常に見果てぬ理想を追いかけて点々と仕事をこう変えていく人を青い鳥症候群って言います。 日本の清水正幸さんっていう心理学者が提唱した、まあ、発見した現象ですけど、そういう人がすごく増えてると。あのメーテルリンクの小説、青い鳥の中で、チルチルとミチルは青い鳥を求めて、もうあちこちあちこち、さまよい歩きますよね。それと同じように、見果ての理想を求めてさまよっていく。次々とその、 次こそは自分の本領を発揮できる仕事に出会えるっていう、そういう見果ての理想を求めて仕事を転々としていく。これが青い鳥症候群です。で、ユンゴ心理学ではですね、まあさっき、原型って言葉を書きました。全ての人の中に共通してある特性、いくつかの方が、我々共通して持ってる方がいくつかあるって話をしましたよね。で、その一つとして、グレートマザーっていうあの母性の原型みたいな、 もあの母性のもとになるものをさっき説明しましたけど、それとは別にですね、あの我々の中にある原型の一つとして、もう一つ紹介したいのが、永遠の少年っていう原型があるんですね。永遠の少年原型っていうのがあって、えー、これに表依されるとですね、まあ、これと同一化しちゃうとどうなるかっていうことですけど、 遠の少年の特徴。遠の少年原型に同一化しちゃってる人の特徴は、さっきの青い鳥症候群に結構似てるんですけど、自分はまだ本来の人生を生きていない。つまり今の自分は仮の姿であるっていう考え方なんです。わかりますか自分の本領を発揮する場面はやがてやってくる。今の自分は仮の姿。 自分が本領発揮したらすごいことになる。でも今のこのパッとしない自分は仮の姿っていうですねだから今目の前の仕事にはコツコツ本気で取り組んだりはしないんですねやがてすごいことをやるっていう意識はあるんですけどねでどんな職業についてもこれは本当の自分に合った仕事ではない自分の才能を発揮できる理想的な仕事はやがてやってくるっていう考え方で生きるこれがまあ永遠の少年 の特徴なんですねでさらに永遠の少年原型にあの同一化してる人の特徴はですねつまり自分の本領を発揮できる仕事に出会った時自分はすごい結果を出すぞすごいことになるぞっていうそういう古代自己イメージを持ってるんですよ。 で自分は特別な才能を持っててね、自分の取り組む分野できっと決定的に重要な仕事を成し遂げるとかですね。あるいは自分は平凡に終わるような人間じゃないと。いつの日か社会に影響を与えるような、社会の問題を解決するような仕事を成し遂げるとか。まあ、そういう古代自己イメージを持っているというのが永遠の少年の特徴です。あの、こういうのをメサイアコンプレックスというんですね。 日本語で救世主コンプレックス。自分が決定的な仕事を成し遂げて社会の問題を解決するんだとかですね。あの、こ,あのこういう思いを持っている人が全員永遠の少年ってわけじゃないですよ。永遠の少年ってのはそういうその古代事故を持っていながらも今目の前の地道なコツコツにはしっかり取り組まない人たちです。わかりますかやがて俺はすごいことするぜって夢はいくらでも語れるんですけど、 今目の前のことに地に足がついてないそういう人のことを言ってますでさらにの少年の特徴は幼児性が強くてですねやりたくないことはやらずに済ませたい面倒くさいことはやらずに済ませたい地道な努力はパスしてすごい結果を手に入れたいっていう、まあ、非常に幼児的なところが大人になっても残ってるんですねだからコツコツと地道に努力を積み重ねるってことを避けるんですね あの、子供って、マジックとか、あの、魔法とか、ミラクルなものが好きじゃないですか。で、永遠の少年っていうのは、年齢は大人でも、まさに永遠の少年ですから。少年って言ってももちろん、女性もいますよ。ですから、正確に言うと永遠の少年少女って言った方がいいかもしれませんが、まあ、いずれにせよ、年齢は大人でも大人になりきってないわけですから、子供と特徴が似てるわけです。 で、永遠の少年はやっぱりマジカルなものとかミラクルなものが大好きです。まあ、スーパードウハウみたいなのが好きなんですね。もう、あんまりコツコツやらなくても、これをやるとドカーンといきますみたいなのが好きなわけですよ。で、逆にコツコツ訓練を積み重ねるみたいなのは苦手っていうか避けます。で、今こんな風に言ってますけどね、実は正直にカミングアウトしますと、僕は典型的な永遠の少年でした。 もう永遠の少年原型にもうバシッて同質化してましたね。ほんの10年ぐらい前まで。だから僕はこれ気づいた時すっごいショックでした。自分がいかに地に足のついてない人間か、もうまざまざと直面して一晩もう落ち込みましたね。まさにがっかり、残念をもう痛いくらい感じました。まあそのおかげで落ちるだけ落ちてやっと地に足がついたわけですけどね。 ですから今言ってるのは、あの、僕自身のかつての顕著な特徴だったわけです。あの、僕は、最初に就職した会社で、えー、まあ、最初は意気揚々とですね、この会社の中で一旗あげたるぞとかね、もうこの会社の中でバンバン上へ登っていくぞとかいう意欲でやり始めたんですけど、もう一年二年やってるとですね、これは俺が本気でやるような仕事じゃないって気がしてきてですね、 いつか俺は一旗あげるけど、まあ、今の仕事は通過地点みたいな感じになっちゃったんですよね。でそんな時にあるネットワークビジネスに出会いましてその時にこれだと思ったわけですね。でまたそこにガーッとのめり込んでそれは3年半ぐらい本気でガーッとやって、まあ、あのそこそこそのいいとこまではいったんですけどただ何分僕が上ついてますからもう。 三年ぐらいガーッとやれば、まあ、あとは楽して生きれるだろうみたいな、そういう浮ついた感じでやってますから、結果的には、その、うまくいかなくなっちゃうわけですね。で、そのまた、その地道な作業の部分がすごくめんどくさくなってきて、いやいや、これはやっぱり俺がやるほどの仕事ではないみたいな気になってきてですね。 で、当時僕はそのネットワークビジネスの中でメンタルマネジメントっていうのをこう教えるのがすごく楽しくてですね。で、そのメンタルマネジメントっていうのはその目標の達成のためにね、その自分の心をマネジメントして、そしていかに目標を確実に達成するか、いかに望む現実を引き寄せるか、まあそういう心理学的なあるいは成功法則的な手法を教えてたわけです。 で、それでまあ、その、ネットワークビジネスの業界では結構当時有名そ、そのね、メンタルマネジメントでは有名になってたんですけども、でもそのネットワークビジネス自体が、あの、僕がもう、こう、あの、エネルギー切れでね、うまくいかなくなったんで、じゃあ今度はこのメンタルマネジメントを仕事にして世に出ようってことになって、で、今度は一般社会でメンタルマネジメントの講師をやったわけですよ。 ま、最初に紹介ありましたように、人前で喋るのはもともと苦手なんですけど、当時もうメンタルマネジメント、これこそ俺の仕事だと思ってますから、もうその勢いで結構やってたわけですね。で、これもまたですね、あの、やっていくうちに、だんだんエネルギーが落ちてきましてですね。まあ、メンタルマネジメントをこう何年かやってると、その実際に目標を達成し、まさに望む現実を引き寄せたっていう人が、こういろいろ出てくるわけですね。しかし、 目標を達成したからといって、その人が本当の意味で幸せになってるかっていうと、案外そうじゃないんじゃないか、なんていうケースをいっぱい見たわけです。この人確かに望む年収、望む現実を引き寄せたけど、幸せになってないんじゃないかな。むしろこの人、以前の方がもっとハッピーだったんじゃないだろうか。かつては、この人、奥さんともすごく仲良くやりながら、友達も大事にし、人間的にも謙虚だったのに、 目標達成して変わっちゃったなみたいなケースをいっぱい見て、で、なんかもうヒューンとエネルギー切れになっちゃったわけです。で、まあ、その都度僕はいろんななんかこう、これだってものを見つけては仕事を転々としてるわけですよ。ある時はヒプノセラピスト、催眠療法士をやりました。ある時はアメリカの教育心理学者のハリー・パルマーという人が開発したアバターコースというものの講師、マスターをやったりとかですね。 上げればいろいろあるんでもう省略しますがいろいろやりながらその都度「これだ!」とか思ってやるわけです。でス分ー身ーノウハウを手に入れたみたいな感じでやるわけですよね。で自分自身もそのノウハウでやった時はもう感動して号泣してなんかもうすごい体験をしたもんですからこれを世に伝えることがもう僕の使命だみたいな感じでやってるんですけど何分地に足がついてないわけですよね。なぜかというとその古代事故ですね。 俺はメジャーになる人間だ。いつか一旗あげるぞとかね。そういうなんか浮ついた感じでやってるんで、目の前のコツ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 地道にやる作業に突き当たると、パスみたいになってたわけです。で、僕が一番苦手だったのは、例えばコミュニケーションのトレーニングとか、そういうね、地道な訓練だったわけですね。心理学は好きなんですけど、そういうのだけこう避けながら来たわけです。で、まあ今から10年ちょっとぐらい前ですね、ユングの 永遠の少年というのを本で読んだときに、まさしく僕のことだった。衝撃でした。自分がいかに地に足がついてない子供だったか。自分がいかに根拠のない幼児的な万能感にしがみついてたかっていうのを目の当たりにして、本当にさっき言いました、一晩もう落ち込みました。誰とも喋れないぐらい落ち込みましたね。でもそのおかげで地に足がついて、よし、じゃあここからスタートしよう。 で、自分の好きな心理学の分野でコツコツと、まず積み重ねることをやってみようと。まあ実際僕はその、いろんなことをやってた割にはですね、あの、そ,その都度、これ、これこそスーパーノーファーだと思うものを掴んで、ね、感動して号泣したりしながら、そういう体験をもとにやってたわけですけど、肝心の僕と妻の関係って全然良くなってないわけですよ。いつも同じことで喧嘩してるわけです。 ね、そう、自分が提供してる仕事では、なんか参加者の人も号泣したりして、うーん、いい仕事したとか思ってる割には家帰って毎日同じ喧嘩をしてるわけですよね。で、気づいたんです。コツ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 10年、20年と積み重ねてきた人、コミュニケーションの訓練とか、そういうトレーニングをコツコツ積み重ねてきた人には全くかなわないなって気づいたわけですね。まあ、そんで、地に足つけて、もちろん自分の好きな心理学の分野で、 何か積み重ねていこうっていうところで、まあ僕はコミュニケーションの訓練をやるようになって、カウンセリングとか、コーチングとか、あとアサーティブコミュニケーションとか、親業とかいろいろそういうコツコツ系のものをやるようになって、えー、コーチングの仕事に至ったわけですね。で、その時にやっと僕は気づいたんです。僕はどう考えても凡人です。だから、俺はいつかメジャーになったるっていうね、そういうのはもう捨てて、 好きな分野でコツコツ積み上げて、もう自分を全力で投球してやっていこうと。まあそういうのが10年ぐらい前なんですよね。ということで、まあ永遠の少年の話をしているととっても懐かしい感覚に襲われるんですが、あともう一つ永遠の少年の特徴はですね、あの、潔癖性が強く現実に直面しようとしないっていう特徴があります。 人間の綺麗な部分以外は見たくないとかね。社会の矛盾や不条理には直面したくないとか。自分のダメな部分は触れたくないとか。まあ、そういう,こう潔癖性があるわけですね。潔癖症というかね。で、まあ、その青い鳥症候群だとか、永遠の少年のまあ共通点というのは、ある意味、その母親への依存が強い。まあ 特にグレートマザその親から過剰な期待あるいは過剰な心配をされながら育ってきたためにその母親あるいは母親的なものから十分に自立できていないっていうことが多いんです。そして万能感に支配されていて思い通りにならないことへの体制が弱い。でもう一つはさっき言いましたけど自分の弱さを認めない。 まあこういったときね、あの、えぇ、ー、的防衛っていう、あの、状態になりやすいんですね。自分の弱さを認めたくない人っていうのは、常に自分をハイテンションに保つ。常に自分を明るく元気でハイテンションに保つっていうのは、これ、相的防衛っていうんですね。人間、悲しいときもあれば、落ち込むときもあれば、がっかりもあれば、残念もある。嬉しいときも、喜びもある。ね。それが人間なんですけど、相的防衛っていうのは、常に。 ハッピー、常にハイテンション、常に明るいっていう、そこにこう自分を置くことで、悲しみとか、思い通りにならないっていうことへのがっかりとかに直面しないで済むようにする。それを相的防衛って言います。あの、相うの相っていう字ですね。で、まあ、相的防衛ってのは、一時的に自分の心を守るためには、あの、守り方としては、 一つの方法ではあるんですけど、あの、総的防衛ばっかりしてるとですねやっぱ、あの、自分をハイテンションに保ち続けなきゃいけませんから、もう仕事に没頭しすぎてワーカホリックになっちゃったりとか、あるいはハイテンションに保つためにアルコールの飲みすぎがもう癖になっちゃったりとか、あるいはギャンブル依存とか、不倫とか、薬物の乱用だとか、まあそういった、そのハイテンションを保つようなものに依存しがちになっちゃうことがあるんですね。 まあ、そんなわけで、えー、かつての僕なんかもそうでしたけどそういう永遠の少年的な、えー、原型に同一化してる人はですね自分のの弱さにも無理のないいい範囲ででちょっととずつ直面していくというわけです。そうやって自分の万能感を手放していきながら人生が思い通りにならないっていうことに直面しその思い通りにならないことへの体性を獲得していくというわけですね。 ええと、まあ、今、青い鳥症候群と永遠の少年っていうのを挙げましたけど、あの、ついでに言っておきますとね、え、あの、青い鳥症候群というのは日本の、さっき言いました清水正幸さんっていう心理学者が発見したことなんですけど、あとアメリカではですね、ピーターパンシンドロームっていうのがあります。これはダン・カイリーという人が本に書いてますけどね。アメリカにも若者たちにそういう現象が、 かなり顕著になってきてるんですけど、そのピーター・パン・シンドロームっていうのは大人になろうとしない若者たちってことです。ピーター・パンっていうのはね、ネバーランドで永遠に大人にならない子供ですよね。だから社会人になって仕事はするんだけど社会的責任を引き受けようとしない。自分のためだけに生きたいっていう、そういう若者たちをピーター・パン・シンドロームって言うんですね。 結婚して家庭も作ってるのに自分で稼いだものは全部自分の好きなことに使いたいみたいなそういうのがピーター・パン・シンドロームです社会的なあるいはチームとしての責任を引き受けようとしないわけですねあともう一つ日本のですねお小野木恵子先生がモラ,トモラトリアム人間っていう言葉を言ってますけどこのモラトリアム人間というのも今増えてるんですね モラトリアムって言葉聞いたことある方多いんじゃないでしょうか。もともとこれはエリク・エリクソンという人が言った言葉ですけど、モラトリアムってのは猶予期間という意味です。大体、あの、大学生ぐらいの年齢の若者のことですね。この期間は社会的な責任を、まあ、免除されるっていうかね、いろんなバイトをしていろんな仕事を試してみたり、ボランティア活動をやったり、クラブ活動に励んだり、いろいろとこう実験的に試すことで、アイデンティティを模索する時期。 で、その間は社会的な責任は免れるという意味で、猶予期間、モラトリアムってエリク・エリクソンは呼んだわけです。ですけど今は、その、大学生ぐらいの年齢を超えても、大人になっても、30代になっても、このモラトリアム状態を続ける人が増えてるんです。自分探しをするばっかりで、いつまでたってもアイデンティティを確立しようとしない。えー、常にこの、将来の、 その見果ての理想ばっかり語ってですね、今目の前のことには本気で取り組もうとしない。で、常に評論家的で、常に部外者的で、お客様意識で物事に距離を置いて関わる。いつまで経っても飛び込まない。社会的責任は引き受けない。まあこれをモラトリアム人間って言うんですけど、これも非常に増えてるわけですね。で、今挙げたこと、まあもしかして今お聞きになってる方でですね、耳が痛たとかね、 なんか、好きっていう方いらっしゃるかもしれませんが、あの、全然大丈夫です。それが日本ではスタンダードなんですね。今、増えてるわけですから。で、僕も本当にそんなに遠い昔じゃなくって、ね、ごく最近まで、顕著にこういう状態だったわけですから、ご自分がそうだっていうことに関して、決して否定的になられる必要はないと思いますが、まあ、今日のお話で、その、思い通りにならないことへの体制をしっかりと獲得するためには、 その不正によって切り分けられる体験が必要だって言いましたでも逆に母性社会の中でそういう切り分けあるいは虚勢というものを体験せずに育っちゃうと今言ったような「青い鳥症候群永遠の少年」「ピーター・パン・シンドローム」「オレトリウム人間」みたいなものになりやすい。でもしもご自分もその傾向があると思った場合今日それを知られたことでね違うまた方向を選択することもできるということなんですね。 というわけで、いい時間になりましたので、第一部はこのあたりにしまして、えー、休憩に入りたいと思います。また後ほどお会いしましょう。